ガバッと、そして置いて座れます。駅です。外出先で疲れた時、椅子に座りますよね。でも椅子が空いていなかったり、空いてるけれども他の人が近くにいたり、なかなか座りづらい時あります。そんな時に便利なのが、こちら、シュパッと1秒どこでも座れるリュックなんですね。こちらは見た目は普通のリュック、こんな感じで背負えるんですけれども、疲れた時になんと椅子になります。いきますよ、こんな感じです。椅子が出てきました。実はこのリュックサックの中に椅子を内蔵してるんです。シュパッと1秒で出して座ることができます。でさらに閉じる時も簡単です。ここのベルトを引っ張るとこんな感じでしまうことができます。ちなみに容量は18リッター、結構たくさん入りますので、普段使いでもいいですし、どこかお出かけするとき、公園とかでお出かけするときも非常に便利です。でパソコン用のこういったクッションがついているところがあるので、パソコンをこれ入れていただいてもう大丈夫です。あと内側にチャックがついている、ここにも入れられます。表側にはここの部分、上の部分にポケット1つ、で下の部分にポケットがもう1つあります。で横側にはこちらにもポケット、小さなポケットがあるので、ここにまあ鍵とか、入れていただけると便利です。さらにこちらの横側にはペットボトルですね、ペットボトルをスポッと入れて持ち歩くことができます。ちなみにどんな感じで使うかと言いますと、使い方はこんな感じ。普通に歩いていて疲れたなっていう時はさっと出してガバッと、そして置いて座れます。お仕事されている方にも非常におすすめです。この状態でパソコンを出して急遽お仕事しなきゃいけない時、座った状態でパソコンが打てます。いつでもどこでも、公園でも、ちょっとの場所でもお仕事ができます。ちなみに例えばお子様とご一緒に公園なんか行く時にも、このリュックを持っていくとお子様が疲れた時にすぐ座らせることもできます。で奥さんも座らせることもできますし、ご自身が座ってゆっくりすることもできます。で 1.4 キロなので非常に椅子がついている状態でも軽いです。しまうときも簡単です。この紐を引っ張るだけ、本当に便利なので、ぜひこのリュックはおすすめです。シュパッと1秒どこでも座れるリュックのご紹介でした。それでは。